皆さん、こんにちは。セブンエルフォー WVU です。この動画チャンネルは、アマチュア無線の自作の楽しみを広める目的で、初心者向けの無線の回路実験、トランシーバー、アンテナの製作やものづくりのアイデアなどについて紹介しています。今回の動画は、低価格のスペクトラムアナライザー、タイニー SE ウルトラを使用して、いろいろな無線を受信する方法について紹介します。タイニー SE ウルトラは、電波を可視化するだけでなく、AM のモニター回路を持っており、イヤホンを接続すれば、AM 信号を復調できます。この機能の設定の仕方について説明するとともに、受信感度がどれくらいあるのかを見てみます。また、どのような無線が受信できるのか実際に試すほか、裏技として、FM 放送やアマチュア無線の SSB や CW についても受信できるかやってみたいと思います。無線の初心者の方にも、偏聴方式がどのようになっているのか勉強にもなると思いますので、最後までご覧ください。使用について、取説から受信機として使用するのに、把握しておきたいものを抜粋すると、このようになっています。周波数レンジは、なんと 6GHz まであります。また、スペクトラムアナライザーの分解能を示す RBW は受信機として使える帯域もあり、これらを切り替えることができます。AM 放送は帯域幅は 6KHz なので、10KHz に合わせておけば聞くことができます。また、FM 放送は今回はスロープ検波という方式を使いますが、100から 300KHz 程度の帯域幅で復調することができます。次に、実際に受信する設定方法について解説します。まず、メニューで設定する必要があるのは、ここにある、レベルというところから、アンテネーターをオートにします。そして、LNA というのはローノイズアンプのことで、これを入れておくと高い周波数では、かなり感度が上がります。中波ラジオなどで相互偏聴が気になるときは、オフにしてみてください。そして、リッスンというところをオンにすると、イヤホンジャックからモニター音声が出力されます。このときには、残念ながら、モニター画面の動作が停止となります。次に、周波数の設定です。周波数設定は、ここにあるように、センターのところに受信したい周波数を数値で入力します。そして、スパンを0にします。RBW は、受信帯域を切り替えられますので、AM 放送の時は、10KHz に設定します。混信のある時は 3KHz でも良いですが、高音がカットされるので、少し聞きづらいと思います。設定はこれで終了です。あとは、アンテナを接続すれば受信できるのですが、その前に、この装置で受信した場合、どのくらいの感度があるか見てみましょう。実際に手持ちの信号発生器を使って、1KHz の AM 偏聴波を入力して、どのくらいまで聞こえるか調べてみます。周波は少し感度が悪いようですが、HF 以上は十分な感度です。50MHz などでも、-120dBm くらいでも聞こえるので、昔のトランシーバーよりはるかに良いようです。また、右下の図は、本機の 9KHz から 2MHz までの画面になります。この画面からわかるように、低い周波数は、ノイズレベルが高いので、超波や中波帯の低い周波数では、遠距離受信には向かないことがわかります。動画で、50MHz と 400MHz で感度測定をしているところをご覧ください。
それでは、実際にエイムの無線を受信してみましょう。主なものは、ここに書いてある、AM ラジオ放送、CD 無線、50MHz のアマチュア無線、そして、エアバンドなど楽しめます。次に裏技になりますが、FM 放送を聞いてみます。FM 放送は周波数を動かすことによって変調をかけていますので、周波数を電圧レベルに変換すれば、復調することができます。FM 放送の周波数変異に対して、このスペクトラムアナライザーの RBW 設定でのフィルターの減衰特性が合っていないので、オフセット周波数と帯域幅を自分なりに可変して試してみました。その結果、RBW を 300kHz にして 150kHz 程度、受信周波数からオフセットをかければ、なんとか聞こえるようでした。もちろん、アマチュア無線の狭帯域 FM も復調できます。この時は、RBW を 30kHz に設定して、15kHz をオフセットすれば復調できます。29MHz で信号発生器の変調信号を入れてみたところ、-120dBm くらいの信号でも復調できたので感度も良いようです。最後はアマチュア無線の SSB や CW を受信してみます。これはそのままでは復調できないので BFO と呼ばれる別の発信機が必要です。ここでは自分が頒布している T2101 アンテナアナライザーからの信号を使って漏れ電波で復調しています。周波数 7100kHz の LSB を受信するときはこの図のように7100kHz のところに BFO の信号が出るようにすると受信できます。ただし、この場合は上側の USB の部分も復調されるので注意しましょう。
今回は安価なスペクトラムアナライザーを受信機として使ってみました。周波数が数値で入力するのみなので選曲が面倒ですが、あらかじめ決まった周波数を受信するのには便利です。タイニー SE ウルトラについているジョグスイッチで周波数を動かせれば便利なのですが、今のところやり方が見つかっていません。この測定器でいろんな電波の波形などを観察して復調することで変調方式の理解も深まりますので、いろいろ試してみてください。それでは動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは自分が制作した作品の他にアマチュア無線に役立つ情報も配信しています。よろしければ高評価やチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。